一応目はギリギリ完成できたんですけど、目は一応ねできたんだけど、あのね、そうでやばいと思って一応前髪もね急いで巻いたんだけど、ちょっと その他ができてない、ちょっとごめんなさい。もうちょっとだけやっていいですか。2週間90、うん、85% くらい。待ってね、16時までちょっと書きますね。明るくなった、すごい。ほっほっまで待ってね。ほっほっ、あ、違う、ほっ、もういいや、ちょっと待って、もうびっくりって打つ、ちょっと待って、いや、私はちょっとこうスライドでいきたい。ほっ、来た、あ、来ない、来た、あ、ばばばばばば、ちょっと待ってね、ちょっと16時まで、ちょっと待ってね、次は21時、はい、あ、なーてさん、かき氷ありがとうございます。また明るい、発光しすぎ、あ、くらくら、うん、オッケー。スパーク正一さん、ハートたくさんありがとうございます。あ、さらちゃん、かき氷ありがとう。さら、ありがとう。みんみんぎゅさん、かき氷ありがとうございます。アンパンさん、かき氷ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。みんなお仕事中にハイライトだけ塗りますね。ちょっとなんかね、ここにも塗るといいって聞いたから塗ってみる。あんま分かんないけど、なるべく薄めに塗ってる。どうだろう、あ、結構ハイライト入ってますね。うん、で、あとチクチクチク塗りまーす。うん、ほっぺに血色を。どう？ちょっとだけ血色良くなった？うん、だいぶ血色良くなった。はい。で、顎にも塗っちゃう。で、お鼻にも塗っちゃう。どうですか？西馬 83%、 あ、さっき、嘘、それ減ってる減っちゃった。89%くらいまで来てよ。 88% で、リップリップリップ、オイリップ、あ、あんま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 ん。髪の毛をやればね、ほら見て、ここめっちゃ跳ねてる。こっち側の毛が跳ねることなんて なかなかないので、レアです。皆さん、レアユマです。スーくん、かき氷ありがとう。とんちゃん、アイスクリームありがとう。あまたさん、ハートありがとう。カップルさん、ソフトクリームありがとう。ふう、西雄も、私は暑いところにいて熱中症になります。いや、なっちゃダメだよ、なっちゃダメです。あんまんま、やったーやったー。あー、ナミテムレインボースターありがとう。シリマスさん、かき氷ありがとう。こんにちは。ソーマさん、そう、 iPad この前読んじゃってごめんなさい。
シマリスさん、ソフトクリームありがとうございます。そうま小太郎さん、かき氷ありがとうございます。なみてまかき氷たくさんありがとう。シマリスさんもソフトクリームたくさんありがとう。そうま小太郎さん、ソフトクリームありがとう。なみてむかき氷ありがとう、本当にたくさん。ザンさん、ソフトクリームありがとう。ゆまちゃんに熱中症それはぜひみんななってください。待って、靴ひも食べてありがとう。お水の飲むの忘れてたから一回ちょっと水分取ります。水分取ってます。水分です。水分取ってます。取りました。ふう、よいしょ、いた前髪は急いで巻きました。今日は結構大人っぽめな服なので前髪はね巻き髪にしました。メイクこんな感じ。まつげ、ま、2週も名前呼んで、そらちゃん、そらちゃんはい、あ、あやさん、これなんだろう、タワー、これタワー、くまちゃんが乗ってるタワー、ありがとうございます。ありがとう、初めてもらいました。ありがとうございます。あやさん本当にありがとうございます。おお、大学は、大学違うよ、私高校3年生です、17歳ですよ。え、待って、すーくんずっと私のこと大学生だと思ってた、もしかして。17歳です。はい、お目見きれやな、ありがとう。なんかさ、工程を忘れてる気がするんだけど、私なんかメイクでいつもしてる工程を忘れてる気がする。なんだろう、まあいっか。目と目が合う瞬間、好きな時。はい、西山とお洋服をそれにしたいんだけど、どこの服か教えて、ツイッターにも載けてほしい。でもお洋服とかさ言っていいのかな、なんかどうなんだろう。でもこれはずっとお気に入りのお洋服で、去年はねまた違う色を買って、今年はね黒を買ったので、なんかお洋服のブランドなんかあんま言っちゃうとあれかなって思うので、ちょっとシークレットにしときます。あ、今日は大人っぽいからつい、よかったよかった、 JK です。はい、こんにちは。ちょっとなんか何か忘れてるような気がする。まあでも一回髪の毛巻いていいですか、アイロンを持ってきたので。温めまーい。うん、まあいいか、なんか工程忘れてるような気がするけど、まあいいでしょう。ちょっと、うん、うん、なんか忘れてる気がする。ちょ、じゃあ一回これと、一回さ、ちょっとさ、ヘアオイルとか持ってきていいですか、一回。ありなし、一回一瞬さ、50秒くらい席外してもいいですか。50秒ちょっと測っといて、測っといて。1、2、いた。あ、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、あ、待って、20、21、22。はい、来ました。ふう、筋肉大根さん、ソフトクリームありがとうございます。はいはい、じゃあちょっとまずアホ毛を抑えます。アホ毛だらけなので、
大ちゃんかき氷たくさんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ溶かしますよ。じゃあさんハートありがとうございます。髪の毛溶かしてます。よいしょ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 。かわいい、ありがとうございます。初見さんありがとうございます。よいしょよいしょ。ジャスハートたっくさんありがとうございます。ありがとう。うん、はい、暑さに溶けてます。大丈夫、ララフェルイベさん大丈夫ですか。じゃあヘアオイルを髪につけていきます。これをつけることで西馬のいい女度がアップします。西馬、私は将来9期生に怒られたよ。なんで佐々木俊介さん、なんでやねん。ナミテムかき氷たくさんありがとう。ありがとう。かき氷で世界が埋め尽くされてます。おいしょ。こんにちは。今に熱中症で倒れそうで倒れないです。すーくん、すーくん大丈夫。はい、ヘアオイルがなんかいい感じについたっぽい。こんにちはこんにちは。あ、サラファイトありがとう。サラダ油くんファイトありがとう。いい女、これね、めっちゃいい匂いするからさ、めっちゃいい女度増すよ。私の、私がいい女になりました。しょ、ふー、これで私もいい女。これマジでいいからみんなも使ってね。ロックオイル、すごいいい匂いがする。これみんなに嗅がせたいけど、そう 4D になってほしい、この携帯も。じゃあ巻いていきます。ストレートに寝癖を直していきます。よいしょ。2週間にハマったから写真全部集めたった。もう大好き、トンちゃんありがとうありがとう。これ以上いい女になったらなられたら困る。確かに確かに。よいしょ。いつも鏡見てやってるからな、この画面を見てやるのは繊細ですね。三面鏡みたいに使ってやってるからさ、後ろも。はい、どう？よいしょ、今日はよいしょ、こんな。さっき仕事終わって家帰ってきました。ライトマンさんお疲れ。ちょっと待って、前髪がここ。これからラーメンちゃんって呼んでもいいかな。じゃあ、まあラーメンちゃんとサラダ油ちゃんだね。サラダ油くんか。ぜひラーメンちゃんいいよ。サラダけオッケー。よいしょ。ちょっと内巻き、いつもちょっとだけ内巻きにしてるの、みんな知ってる？ひまちゃんはいつもこうやってやってます。今日なんか気に食わんな。よいしょ、くっくっ。今劇場向かってる。あ、そらさん楽しんでください。そらちゃん楽しんでね、今日も劇場公演。よいしょ、うん、いい感じかな。ちょっと後ろが何もやってないから
世界わからないけど、どんな状況になってんのか後ろが。私は内巻きにするときはなんか段差脇みたいなしません。ナンバーで歩いていていい女いたらゆまちゃんだね。もうそれは私ですね、確定。今回も刺繍だけで仕事の振りに戻ります。仕事の振り頑張ってね、ゆうくん。仕事の振り頑張ってください。ありがとう、刺繍。よいしょ。やっぱ鏡見ないとなんか不思議な感じになるね。この前の同じ前聞いてから今日の声も前席入れるように同じ前かけて、おまじないかけて。そらちゃんが今日の公演で前の方の席に入れますように。はい、おまじないしました。2週間おまじない。どうだ、なんかここ、ふーん、よし。今日は久しぶりに超何にもしないただの内巻きでいきます。よいしょ。よいしょ。あ、350cc しんちゃん、かき氷ありがとう。はい、よいしょ。で、この横っけは私さ、多分さ、この横の毛の巻き方さめっちゃおかしいと思うんだよね。うち、うち巻きやねん。髪の毛巻き方参考にする。ぜひ参考に、こんなのでよければ。このなんか変な巻き方が一番綺麗に巻けんだよな。どう、綺麗じゃない？綺麗になりました。じゃあ、はい。今日は耳かけにしようかな。うん。うん、じゃあこっちの、難しいね画面だと。不思議な、不思議だね今の気持ち。よいしょ。どうだ、どうなってるんだ。難しいね、いつも三面鏡を使ってやってるからさ、こんなんやってんのいつも。どう、できてる、できてるかな。ああ、まあいいでしょう、後で救出に向かいます。 OK、 いい感じ。セーフ。よいしょ、よいしょ。じゃーん、完成しました。まだまだ98にしうま。この前髪がね崩れちゃうのはもうにしうまじゃないからね。まだ 98% しか出来上がってないです。よいしょ。髪の毛とかしまーす。今ショールームさんは私に鏡として扱われていまして、みんな鏡の気持ちになってください。ほんまに鏡の気持ち味わえる配信。西山の鏡っていつもこんな光景を見てるんだよ配信。よしよし、いい感じじゃないですか。はい、皿
らサラサラにしゅうま出来上がりました。タダくんかき氷ありがとう。いや今日そう前髪外羽にしたらもう終わりやって、秘宝すぎ。前髪は内巻き以外の選択肢ありません。はい、いや、はい、よいしょ口癖だよね。え、本当？よいしょ口癖もしかして、私マジか。え、初めて知ったんだけど自分で。よいしょ口癖なんだ私。信号待ちになったらコメントします。 OK ポンちゃん把握です。かわいい、ありがとうピッピー。 350cc しーちゃんパチパチありがとう。完成しました、かわいい、 Thank you。 もし夢で2週間に会ったら9期生に怒られる？怒られないよ、一緒に夢でデートしましょう。最近やばいより聞いてる、本当に？よいしょちょっと遅れちゃったけど来れた、よかったピッピー。ワイヤレスイヤホン復活よかった、復活。さっきはね世界に私の歌声が発信されちゃったので焦ります。このねやっぱヘアオイルすると、でこのサラサラな感じ、絹みたいな髪の毛です。あー自分で触ってて気持ちいいすごいサラサラ。え、なんか今日めっちゃ髪の毛サラサラ、めっちゃサラサラなんだけど、わかるかな、この伝わる、このサラサラの感じ。なんだろう、なんで今日こんなサラサラ、不思議ですね。前髪が気になっちゃう女、サラサラ伝わりますか。めっちゃ今日なんかめっちゃサラサラ、なんでやろう。トリートメント、 AKB の歌うま選手権で、いや私歌下手だよ。でもみんなありがとう、本当に。染めたことありますよ、ちょっと前まで茶髪だったんだよね。茶髪なんかあの茶って言ってもそんなすごい茶じゃなくて、ちょっと茶な感じに染めてた。だからねブリッジとかはしたことない。はん、まんまんまんま、ピッピッピ欲しい、たくさん投げてありがとう。茶髪ユマ見たかった。じゃあどうしよう、ツイッターあげよっかな、茶髪ユマツイッターあげよっかな。歌うまい、本当？私歌下手だと思ってた。本当ですか、ありがとうございます。じゃ茶髪の写真はツイッターにあげて、茶髪の茶髪にしゅうまの動画はルームスにあげるね。そう、今日なんか今日めっちゃサラサラ、びっくりするくらいサラサラなんだけど、自分でもびっくりびっくり。前髪は前田玲子さんリスペクトです。脇目も一緒にしてまーすリスペクト。私最近さドアップで映るのハマってるんだよね、自分でもこうやって西山を人より彼女にしたいタイプだ。いやもうそれはもうリア子になるしかないよねえ、彼女にしたいタイプ、嬉しい、なんかめっちゃ人生で初めて言われた。カプレさんかわいい、ありがとう、かわいいはい、すっぴんから今日はやってきました。あ、二重書いてなかった、二重書くっていうかさ、なんかさダブルライナーでさ、この二重ライナーってのがあって、この二重の延長みたいなのを書いてなかった、思い出しました今。
今こうやってなんか二重を延長するのが世界で流行ってるらしいですので、私も便乗して長くしてる。よいしょ、うん、この一家庭忘れてたわ。ちょっと待って、この長い毛、長い毛を取り除きたい。ちょっと待って、こいつ長いよ。よし、こいつも長い。あ、ちょっと前髪が崩れちゃった。一緒、はい、でこの子もちょっと、この子は右、よいしょ、頑張れ。はい、ドアップかわいい、ありがとう。だいぶ、二重延長大事だよね。うわー、さすが、分かってくれるの大好き。観葉植物反射してます。本当だ、反射してますね。観葉植物ショールーム、観葉植物ここにあるんです。ガジュマルちゃんが、ガジュマルちゃんかなり大きくなったの。あ、新しいね、観葉植物をね、この前ね買ってきたから皆さんにお見せ。ガジュマルちゃんはね、確かなんか結構前のブログかモバメかなんかで紹介したので、ぜひそちら見てください。あのね、この前新しくこの子が仲間に加わりました。やばい、前髪気にしちゃう。じゃーん、可愛くないですか。この子が新しくうちに加わりました。ぜひよろしくお願いします。はい、よいしょ。え、テレビ映った。嘘、100インチってどれくらいなんやろ。うちテレビ結構大きい、そんな大きくないや、全然大きくなかった。観葉植物、あの家族が結構植物が好きで、だから結構観葉植物ありましたね。前の家にはあの何でしたっけ、あれがありました。何だったっけ、何だったっけ、マリーゴールドみたいな、そんな感じ、なんかあの紫色の花が出るやつ、あのちっちゃい、な、何だったっけ、忘れちゃった。そう、9期生は、あの研究生はカラコンとネイルがあの公演の時だけできないんです。だからなんか普段は、まあ、ネイルはできないけどカラコンは。でも私ね、ネイルはね昇格してもしないって決めてる。なんかさ、例えばさ、そういうさ、もしさ、じゃあ特撮の出演が決まりましたって時にさ、ネイルあったら大変じゃん。そういう時のために、私は仕事のためにね備えてネイルをしないでおこうと思う。そういうなんかさ、ドラマとかもさ、多分ネイルしてたらあんまあれなのかなって思うから、勝手な解釈だけど勝手な解釈です、私の。テレビっていうか、そのテレビで、YouTube を見てたりとか、テレビにスイッチをつないでゲームをしたりしてます。だいぶね、虫来ないよ。ピアスどうなんだろう。ピアスでも分かんないけど、私は開けたことないです。痛いのが嫌なので。初見です、ありがとうございます。ティムさんありがとうございます。あ、ローズマリーだ、ローズマリーを前のお家ではやってましたが、ジュマルちゃんと。でもなんかローズマリーちゃんは結構あれだったので、あの結構大きくなっちゃって、大きくなったので、あのおばあちゃんのお家に埋めました、土に、あの植木から。
なんか6個くらいあったんだけど全部埋めて、今もうめっちゃ大自然にいます。ローズマリーちゃんはテレビ番組自体はあんまり見ないかも。うん、番組自体はあんまり見ないです。前髪が気になる女、どうも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 はい、この前南原行って言ったよ。南原ちゃん可愛かった、ありがとう。南原ちゃん必死に頑張りました。はい、ようこそパート2を、サラダ油くんの友達かな、なんかあれ大丈夫、なんかお友達にさ、え、推しにサラダ油くんって呼ばれてるのざわざわってならないサラ、よいしょ、サラピョンに誘われて遊びに来ました。うわー、花ちゃん、花さん、ありがとうございます、来てくれて。いやー嬉しいね終わった、やっぱりサラダ油くんって呼ばれてるの死ぬってそう、なんか昨日唐突になんかみんなのことなんて呼べばいいのって話してたら、あのサラがサラダ油くんって呼んでみたいな話をしてるから、ちょっと今日はサラダ油くんで言ってるよ。くしゃみでそう、そんなことなかった。はいなかなか珍しいですよね。西山可愛いけど怒ると怖いよね。私あんま怒らない、怒らないです。私あんま人に怒ったことない。うん、喧嘩とかはするけど、お姉ちゃんとかとでも怒ったりとかはない。今日の西山の服の全身見たーい、任せて。ちょっと待って、前髪、でも本当私超前髪整えてる女なんだけど、ここにリボンがあるのが特徴です。ほっほっで、スカートがねなんか可愛い感じになってます。西山のことはラーメンちゃんって呼んでね、そう本当にラーメンちゃんって呼ばれてます、先ほどから。中西好き、味噌にゃんこ、うわー、中西推しがいました。ぜひ、もう中西はもうベストフレンドだから、もう可愛い、ありがとう。めっちゃこの洋服はお気に入りで、去年も違う色で着てたんですけど、今年は黒を買いました。かわいい、サチサチー、ラーメンちゃん、ちなみに今から一蘭食べに行くよ。おい、一蘭は美味しすぎる。まあでも今度モノミンと一蘭行こうねって話したから、昨日配信かなんかで。結構現実にしたい私は。待っててねみんな、はい、服に合ったらありがとう、お気に入りです。よいしょ。服で好きなブランドありますか？え、これ好きなブランドとか言っていいのかな。もうたくさんたくさん好きなブランドあるけど、エブリン、グレイルグレイル、エブリン、あとスナイデル、あと最近、待って、最近ちょっと待ってね、最近あれにハマってるんだけど、ちょっと急に名前と忘れしちゃった、ほんまにごめんなさい。あ、待って、思い出した、アンミール、アンミール、アンミールだと思う。ちょっとアンミール、
缶ビールにハマってます。スナイデル大好き女だから。え、言ったらあかんやつ。え、ちょっと待って、内心して内心して、ちょっと待って、ほんまによくないんかな。え、じゃあちょっとなんかちょっと めちゃくちゃ顔がいいですね。ありがとうございます。顔いいですか、ありがとうございます。なにおさん、ハートありがとうございます。こんにちは。ちょっとじゃあこの話はちょっと終わりにしよう。はあ、ああ、ちょっと今焦った。ああ、ちょっとNMB48に当たりますか。 NMB48 9期研究生西馬こと西馬です。お願いします。千葉県から来ました。高校3年生17歳です。はい、まあ、でも一つの、うん、まあ、うん、そう、千葉から大阪、もう本当に大阪が大好きで、ずっと、もうずっと前から大阪が好きで、でそれで NMB48 をちょっと前田玲子さんの TikTok で知って、そこからその後すぐにもう数ヶ月後にもう来て9期生オーディションが、まあ、これは絶対に入るしかないと思って受けました。千葉って言ってもディズニーランドか遠いですか。え、結構近いと思います。わかんない、なんか遠いがどれくらいなのかわかんないけど、でもたくさん行ってました。はるばるようこそ、ありがとう。はるばる来ました。そう、元から大阪が好きで、特に大阪弁とかめっちゃ好きで、もう私なんならその NMB48 入る前からもうちょっとエセ関西弁みたいな、大阪好きすぎてなんか大阪のこと調べてたらもうエセ関西弁になってるみたいな。待って、リップがいけすかない。ああ、これじゃなくてあれ塗ればいいんだ。まあまあまあ、プルプルになるやつ塗ります。まあまあまあ、まあ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 、私さ、癖なのか分かんないけどさ、リップ塗るときにさ、まあ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 って言っちゃうんだよね。私だけ、まあ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 、はい、48、特に NMB のレッスンはめちゃくちゃ厳しいと聞いていますが、やっていけそうですか。もうもちろん半年もやったので、でも半年やればもういけますよ。もうこの数年も、しかも結構前々回のライブがもう一番きつかったかも。その知らない曲っていうか、知らない振り付け、なんて言うんだろう、曲自体は知ってるけど、その
覚える振り付けがめっちゃ多かったので、もうまず北県とかからはもうちゃんと、でも今はもうね全部結構わかるようになってきたから、振り付けももうそのライブで結構やったので、もう苦しいとこは乗り越えました。千葉と大阪どっちの方が暑く感じる？大阪。もう冬がまずめっちゃあったかい。なんか千葉は本当にコートとか結構着込まないといけなかったんだけど、大阪はもうコートいらない、あったかい、すごく冬が、うん、あったかいなと思います。振り入れの期間がめちゃくちゃ短いですよね、スパルタ夢です。わ、本当に？でもね、うん、めっちゃ短くて、振り入れの期間が本当にみんなで泣きながらやってました。すっぴんも可愛かったけど、メイクしたらやっぱりさらに可愛いな。うん、ありがとう。ディズニー好き。もうディズニー愛してる。もう小さい頃はもうめっちゃ行ってたし、大きくなっても一人で行ってた。もう一人で行って、あの一眼もうカメラ持ってずっと同じ場所に座るくらいは好きです、ディズニー。待って、めっちゃ行ってたよね今私。夢の国って言わない。あー、もうダメだ、ちょっと今日気が抜けて、やっぱ家だと気が抜けちゃう。ダメですね、ダメです。めっちゃ言ってたよね、めっちゃ、もう私もめっちゃ連呼してたよね、ごめんなさい。そう、めっちゃ一人ディズニー、もう、まあ、ダメだ、もうコメントに釣られた。みんな夢の国って言ってください。もう一人夢の国、一人夢の国はもう本当に1週間に1回とかもすごい行ってる時は、でもうカメラを構えてやってました。もう本当にカメラこうやって構えてやってます。何曲踊れますか、ポジションは別として。え、何曲やろ。でももう3、4、4、30は確定かな。前回覚えてるのが30曲くらいあったから40曲くらいいけるんじゃないですか。陸泡で鍛えられました、だいぶ。そう、一人夢の国、そう、年パスね今売ってないんだけど、年パス持って、初めて一人で行ったのが小5小4とかなので、もう本当に多分もうレベルが違う。小5とかでも一人で、あ、今日行きたいな、じゃあ行ってきますで一人で行ってました。ちょっと公園に行くみたいなノリで。はい、今ちゃんの NMB 春科学聞いた時、尊敬した NMB のセンター立てる人材と確信してます。あ、ありがとうございます。もう本当にね、 NMB そう、セレクションの時からちょっと足は結構痛めてて、最初は本当に諦めるとか迷ったんだけど、でもせっかくもう最終セレクションまで来れたし、もうやるだけやってみようっていうので、もうやりました。うん、でもう家も、千葉の家ももう売ってきました。もういらない、いらないっていうか、もう多分帰らないだろうなと思って。家族も本当に優しくて、はい。公演曲とか好きなのありますか。今は何公演をしてみたいとかありますか。公演曲、世代交代かな、うわ、つぼみがめっちゃ好きです。うん、何公演、え、ば、え、恋とつかな、やっぱチーム M さんに行きたいですね。んで、でもやっぱ逆転王子様がめっちゃ好きかも。逆転王子やりたい、やりたい、めっちゃ好き。インヌはね、みんな寝てますよ、スヤピーしてます。いや、割引とかは多分ないですね。そう、自蔵してた、いつも城前のベンチで自蔵してました。私はね、陸か海だったら陸派なので。そう、でも海はでもなんか、もしかしたら今年の
D ハロがなんかアメフロの手下が復活するかもみたいな、アメリカンウォーターフロントっていう海のなんか名称があるんですけど、海っていうかまあ海伝わるかな、海のアメリカンウォーターフロントっていう名称があって、そこでなんか手下っていうなんか輩がなんかちょっとやってたんですよ、いろいろ2015年とか678らへんにやってたんです。でそれがなんか18年でパッタリなくなっちゃって、で2022年で復活したんですよ、陸の方で。で私は本当にそれがその手下が好きなのでめっちゃ嬉しかったし、陸にはめっちゃ通いました。でもしかしたら今年なんかワンチそのアメフロでその手下が復活するかもみたいなのを聞いて、私はもう飛び跳ねてます。ちょっともしかしたら楽しみですね。ジャンボリも踊りますよ、もちろん。もう完璧ですよ。なんならなんかちょっと最初のお兄さんお姉さんが踊ってるとこまで踊れちゃうかも。へいへいへい、ほんまに。うん、そんだけ言ってたらキャストさんにも認識されてたとか。あ、いやそれはでも全然ないですね。ただその日のうちに、そう、私めっちゃ小学生の時は乗り物勝ち勢だったから、同じ乗り物を何十回とシングルライダーに乗ってたんですけど、例えばスプラッシュマウンテンとかだったら、そうなんかキャストさんにおかえりおかえりって言われてました。はい、そう家族総出でみんな来てくれたんですよ。はい、本当にありがとうございます。そうセレクションの時から痛めちゃってたんですよね。本当に受かってよかった。だからしかもそれもあきら先生も私が痛めてるっての知ってたんですよ。でも合格だから、なんか一回なんで合格したのか知りたいですよね。足すぐに痛めちゃう子って結構その足引っ張るじゃないですか。それでも、いや西馬を NMB メンバーの一員にしようって言ったのは一体誰なのか、めっちゃ気になる。なんで合格できたのか、めっちゃどう考えてもマイナス要素じゃないですか。だから気になりますよね。根性かな、めっちゃ根性でやってたから。家族ごと大阪に引っ越してきました。はい、逆転王子様が本当に好きなんですよ。もう逆転王子様をやってるケイトさんがめっちゃ好きで、超可愛くないですか。めっちゃ好きなんですよ。はい、まあ、そう、スー君ソフトクリームありがとう。タイタニックみたいな船がある近くへダッフィーよって、なんだ、まあでも手前の方、そう手前の方かな。うん、そう、そこら辺。あきら先生めっちゃ優しいですよ。あきら先生めっちゃ優しいです。全然怖くないし、めっちゃ優しくて大好きですよ。みんな審査する人の誰かの声に刺さったなと思う。うわぁ、そうやって嬉しいけど、めっちゃ気になりますよね。ゆまちゃんのうちは先生がない。わぁ、ありがとう。つひもさんありがとう。カウント終わった。いっちゃんありがとう。カウント嬉しい。今顔かわいい、歌うまい、キャラ声受かるでしょ。本当に顔かわいい、ありがとうございます。あきら先生見た目がいかつくて星だけど面白い人です。そうなんですよ、面白くて優しい人です、すごく。やっぱあと10分しかない、早いですね、その時間の経つって。最後さ、ケープだけしていい？今さめっちゃさ前髪がいい感じなんだよね。ちょっとさケープ取ってきます。ケープ取りに行ってます。ケープ取ってきました。どれかケープ、じゃケープしていきたいと思います。この枠で私2周も完成させたい。
私前髪には強いこだわりがあるのでちょっと微調整して、来たんじゃないか、来たんじゃないか、来た来た来た、来てる来てる、これ時代来てるね、時代追いついてるよ。はい、来ました来ました。じゃあキープしていきまーす。まず上のとこだけキープしてちょっと待ちます。はじめましてフォローしました、ありがとうございます。覚悟違いがあるさん、本当に私の学校その芸能がダメだったので、芸能禁止だったから、そのめっちゃ嘘ついてセレクション行ってたんですよ。そうなんですよね、本当にとか多分出席日数がやばかったのでセレクション多分受かってなかったら留年してたかも本当に。よし、エクボピース、うちは制作中、ありがとう、楽しみにしてます。うちはよし、どうかな、だいぶいかがかな、だいぶいい感じ。しーちゃんいいね、ありがとう。紫ケープ、そう、もうめっちゃ私の人生かけて今回のオーディション来てたので本当に受かってよかった、本当にセレクションで痛めた時はどうなるかと思いましたけど本当に受かってよかったです。素敵な先輩と素敵な運営さんと素敵な旧規制に囲まれて楽しくやってます。待って、後ろの髪の毛跳ねてる説ある、もしかしたら。アイドル前髪です、カチカチ、あと6分。そう、アイピさんの動画こうやってやってよいしょ、どうだ、じゃちょっと鏡でも確認。うん、あっ、パパパ、だいぶ良くない？星全部投げました、ありがとう。じゃあそろそろ壇上見ます。カプレさん、かき氷ありがとう。この鏡どう、でもめっちゃ可愛くない？これそう、今日で全員初日だから本当に感動、私もさもう泣きそうだもん、もうずっとレオと一緒に練習してきたかも、私 今からもう泣きそう、レオが初日迎えるって、もう今はもうこ泣きそうはい、でも今日ねまた21時からやるので皆さんぜひ来てください、もう本当に感動、レオが初日迎えるの。うん、じゃあ読みます。
13位スパーク翔一さん、ありがとう。12位ナンバーエのスレピーさん、ありがとう。11位ジャさん、ありがとう。10位ライワン、ありがとう。ライワンライワン。9位アンドハローさん、ありがとうございます。8位ただくん、ありがとう。7位ダイちゃん、ありがとう。6位カプレさん、ありがとうございます。5位、待って待って、韓国語来た、ちょっと待って、読めない、ちょっと待って、誰か読める方いらっしゃいませんか。誰かこの韓国語読める方いらっしゃいませんか。皆さん誰か求む韓国語読める方。待って、なんて読むんやろこれ、わかんない、終わった、ちょっと待って、やばい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 、読めない、ちょっと待って、やばいやばい。そして順位が変わってしまった、ちょっと待って。ワンポールさん、ワンポールさん、ありがとうございます、ありがとうございます。本当にごめんなさい、ありがとうございます。5位かぼちゃなかずさん、ありがとう。4位カプレさん、ありがとう。3位のみてむ、ありがとう。2位しーちゃん 350cc さん、ありがとう。1位あやさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあそろそろ終わりたいと思います。せやんな、順位変わったよな、大丈夫、読まれてない人がいない、ちょっと待って、じゃあさん、さゆびさん、うんうんうん、大丈夫そうです。はい、ありがとうございました。また21時夜にお会いしましょう。皆さん一緒に世代交代しようね。バイバーイ、ありがとうございました。